皆さんこんにちは。ピカフクの岡ちゃんとコブです。このチャンネルはビッグな男を目指すチャンネルです。それではどうぞ。確かあれですよね、小屋の撤去とかクリーニングとかカビ取りとかですよね。どうしますか？小屋とかも全部やっちゃいますか？あ、そうですか、わかりました。そうしましたら早い方がいいですもんね。失礼します。ギリギリ寝ちゃってたよ。おばちゃん受けが来たわ。はあ、パチ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 。この間カビとさ、レンジフードだっけ、うん、見積もり行ったじゃん、その時になんか小屋の撤去とか言われたじゃん、だからそれをさ見積もり出したじゃん、はい、全部そうかも。パチ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 。結構大変なんだけどね。どうなんだろうね。あれ3日ぐらい必要じゃない？いや、そんなかかんない。2日？いや、1日だから。え？全部？ファイト、ファイト、ファイト、ファイト。まあ、頑張っていきましょう。はい。はい。到着しました。はい、お願いします。あ、おはようございます。はい。あ、本当ですか。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日ね、これね。これ小屋さん、はい、こちらの解体をやっていこうと思います。えいえいよ。はい。やばい、もう立ってるだけで。あちゃ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 、めっちゃ熱い。熱い。あ、ここだけなんで首なんだよ。怖い。熱い。多分こっちに落とさないとかも使えたら。はい。重い。バッター俺の車入ってねえよな。そうだよね。こういや目に汗が入りすぎて辛いので休憩。休憩。もうこっちあらかた。うん。夏みたいな雲。梅雨あってたの。梅雨あったっけ？梅雨入りも知らないけど。あそこの白い花綺麗。なんかオクラの花みたいな。昨日の方がなんか嫌だったわ。ジメーっとしてて。そう。今日は暑いけど。があるんですけど、はいはい、この中とかもちゃんと油を張っていただきました。ここから空気を外に出してるんですけど、はい、ここもきれいにしておきましたので、油と埃がやっぱ全く出たみたいで、一応今吸い込みはこれで問題が、はいはい、ないと思います。まあ、こちらの方も見ていただきたいんですけど、はい、わかります。ウィーンって入れるんですよ。ああ、そういうことができるの、はい、そうなんですよ。コーキングっていうもうここからここまでみたいな感じで。でも暑かったでしょ。あと外なんですけど、もうちょっとだけお時間ください。あ、もう大変だったよね。あ、でも思ったよりしっかり作ってありました。僕ネジあんなにあるかと思いました。しつこいくらい丁寧に。はい。でしょ。ネジも錆びないように上から塗料で持ってあったんで、あ、意外と大変だこれと思って終わるかな今日と思いながら崩してました。だから LINE で書いてきました。ご丁寧にやってくれてるから大変だよよかったです。いや、またお願いします。はい、じゃあちょっと外終わったらまたご連絡します。わかりました。はい、じゃあお願いします。すみません、何度も何度も。ちょっと一回、お外確認だけいいですか。はい。この後、ちょっとまたお邪魔。ありがとうございます。すみません。なんかこっちね。なんか、植木は確かにありました。一個。あったの。やっぱり。あんな感じで。わかりました。何分ぐらいですね。やったの。やだやだ。本当。でした。ありがとうございます。本当すいません。本当に悩んでることがあって、まだ悩んでる。うちに白菜があって、白菜とかじゃないよ。そんなでかいじゃなくて、今はそういうのいないから、ちっちゃいの。生地とかね、ミミズクとかね。で、捨てたいんだけど、捨てていいものか、ダメなものか、大切にされてたものですもんね。はい、と誰かがね、もらってくれるのが一番いいんだけど、今そういう旬がないんじゃないかなと。いや、今なかなかいないですよね。いないよね。でもお体にはちょっとお気をつけて。そうなの、もうね、3日ぐらい前からちょっとね、治らないんですね、私の場合は。大体1日2日治る人多いんだけど、私の場合2週間ぐらいちょっと続くので。じゃあゆっくりやってみて。すみません、こんな状態で。こちらこそもうそんなお体があれ。すみませんでした。すみませんでした。長い間遅くなってしまって申し訳なかったです。本当旦那のせいですよ。すみませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いしたらお手紙の方ちょっとお送りしますので、はい、勝手にしていただいてよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。またお願いします。ありがとうございました。じゃあ失礼します。はい、すみません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。きつかったね。いてー。アームカバー忘れたからゴリ焼けたわ。めっちゃ痛い、ここだけ。やばいね。めっちゃ痛い。いや、昔のさ、肩が立てた小屋やばいね。もうガッチガチなんだけど、ボルト多いしさ、ボルトさ、ガーって緩めて取れるのかと思ったら、後ろのさ、留め具さ、指で取れるパターンとさ、ガチガチすぎてなんか回らないパターンとさ、ケツと思ってさ、見たらさ、超細いさ、針金にさ、もうそこら中溜まってんじゃん。なんでーよーってね。うん。疲れたマジでもうきついわ。ね。でも、これ何がきついって、うん、昨日、一昨日と、俺倉庫整理をしてたんですよ、ずっと。引き取りにさ、行くじゃない、代行の。だからもうちゃんと、何々様っていうマグネットで、ちゃんと管理ができるように、あとなんか汚したらあれだからさ、もうそこの部屋だけはしっかり掃除したくて、ずっと頑張ってたわけよ。わかります？はい。昨日夜9時までだよ。飯も食わず。で、今日も、朝から、飯を食わず、昼も食わず、やっと夜飯を8時半。はい。疲れましたよ、足。疲れました。明日休みにしようと思ったんだけど、暇ないわ。ホイールを今確認したら、洗浄してから1週間経ってたから、お客様もそろそろお前いい加減にしろよと思われてると思います。はい。いつでもって言ってたけど、もう明日それも出そうと思うし、あとはちょっとね、いろいろとね、頑張りましょう明日って感じですね。はい。明日5時半です。でも、今回もプレゼントが届いてました。じゃじゃーん元気ないね。なんか今度もう日射病みたいになってたんだ、今日。言えよ。鳥肌が立った。ね。ほら、休憩入れたつもりだけどさ。ちょっと気を抜いて長くやっちゃったんだよね。俺も若干頭クラクラしたもん。てかやっぱちょっと暑さが今日はすごかった。ね。今週はでも忙しいね。あさってぐらいからだって、ケンヤのね、お片付けが始まるかもしれないもんね。プレゼントが届きましたよ、こぶちゃん。パチ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 。パチパチ。すげえ量のチップスターが入ってる。わーい。すごい。なんか一個種類がおしゃれなのがない？おしゃれなのが。極みカレー味だって、食べたことないわ。私もない。プリングルスだ。チップスターじゃなくて。プリングルス。それさ、美味しすぎてさ、もうないよね。あと、2個しかないから。お、まさか。でもさ。だってこの間俺4個食べちゃったもんね。夜飯食った後。あれ、止まんないんだよ。今回送っていただいた方は、ハレルヤさんです。ほー。パイチ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 ー。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともう疲れ果てて、テンションが低い？低く見えちゃうかもしれない。でも。知れないんですけど、本当にありがたいよね。一貫ずつにしないとやばいね。太っちゃうから。大切に食ってよ。美味しいんだよね、サワークリーム。サワークリーム推しのね。これなんかどれでもいい。薄塩も結構好きかな。なんかさ、普通のさ、ポテチって油が多いけどさ、これなんかじゃがいもが多いけどさ。なんかさっぱりしてるからさ、止まんなくなっちゃうんだよね。ついつい食いすぎちゃうよね。ありがとうございました。いや、動画編集頑張ってね、これ。ね。頑張ります。行きましょう。それでは今回も長い動画をご視聴ありがとうございました。よろしければこちら、グッド評価の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、また。もう早速食べるわ。